サラウツ駅とは、スペインバスク州ギップスコア県、サラウツにある鉄道駅。バスク鉄道が運行している路線の駅である。バスク鉄道のサラウツ駅、サラウツ市街地中心部に設置されており、19世紀に作られた石造りの駅舎を備えている。ここを走る鉄道路線は電化されており、レールの期間は1000ミリメートルである。サラウツ中心部の地図。 青紫の文字でサャーロッツと書かれているのがサラウツ駅で、そのすぐ東にサンペラヨと書かれているのがサンペラヨ駅である。サラウツの町には2つの鉄道駅が設置されている。上記のサラウツ駅の東、サラウツの市街地のすぐ東側を流れるサンペラヨ川の、すぐ西にサンペラヨ駅が設置されている。サラウツ付近を走る鉄道路線は、概ね東西方向に付設されている。 東側の隣駅は、スマヤのスマヤ駅である。西側の隣駅はサンペラヨ駅である。エスタシオンでトレンハット、ユースコートレン、プラノス、ハットビルバオドーノースティア。ありがとうございます。